強姦、また暴行、まあ、強姦致傷のような感じですね。これが民事で、いとも簡単に、つまり何の、これ判決皆さんお読みになれば分かりますけども、何の論証的手続きもないんです。これ内容が、私が、その何がしかの330万円支払いという判決、全く納得できませんので、すぐ控訴いたします。最も強調させていただきたいのは、私は法に触れる行為を一切していないということ。山藤さんは、まあ、当時、就職活動をしていた、まあ、就活生であるいわば伊藤詩織さんと、山口さんのご主張されるように合意があって、としても性行為をするということが適切だと思われますか？その道義的な部分については、その私は犯罪者かどうかということで今戦っていますので、私はその意に反した性行為を一切していないということを今ここで主張しています。ただあえて言えば、私は適切ではなかったと今思ってます。これでいいですか？伊藤さんが私を民事訴訟として訴えて、で私も伊藤さんを訴えているんですが、これ反訴という形に、本訴と反訴という形になっていますが、私は今度は、この判決を不服として控訴するということになります。両方について私は著しく不当かつ不適切な判決だと思っておりますので、本訴の部分と反訴の部分と両方について高裁で戦います。